今回はラジエルの対戦の実況をしていきます。こちらはラジエルとフリート、お相手はラジエルとアンジェリスです。ラジエルは登場初期から評価されていたキャラですが、登場からある程度経った今でもまだよく見ますね。というのも、ラジエル自体が出っ放しの格闘や射撃バリア付きの格闘があることに加え、高い機動力と豊富な落下ルートがあることで立ち回りがかなり強いキャラというのが大きいです。射撃バリアを見せつつ近づいて、そのまま下格闘で相手のステップケアをしつつ自分は先に落下するというタクが非常に強力です。さらにこのタクが無敵からでもできるため、初心者の人でも選びやすいキャラというのもキャラチック率に拍車をかけています。もちろん監督でできるようになる格闘サブ射撃派生で火力を稼ぐのも強いですが、素の立ち回りが良ければそこまで気になりません。さらにこのキャラは会員限定無料に対応しているため、監督を使いやすいというのもいいですね。それでは早速試合を見ていきましょう。ラジエル同士の対決では、こちらがサブ射撃派生を早速当てていますね。ラジエル対ラジエルでは読み合いが複雑になりがちです。というのも、お互いが射撃バリアを持っているため、横サブ角から下角落下のタクが相手の横サブ角に潰されるため対策を考えないといけないからです。相手の横サブ角下角落下読みなら、こちらは横サブ角出し切りしないといけません。相手の下角にこちらの下角の出かかりが潰されることもあり、不利になる可能性が高いためです。逆に相手が横サブ角出し切りを考えていそうなタイミングでは、こちらが先に横サブ角を出すか、N サブ角を出す必要があります。横サブ角は先ほどと同じ理由で、N サブ角に関しては出かかりを早めに潰して下角落下のタクを潰せるからです。今のような状況では横サブ角が先に出せていたので勝てましたね。先に横サブ角を出されてしまっていた場合は慌てて縦をしましょう。もしくは横ステップか後ろステップをして冷静にいなしましょう。ただ、ステップというタクもあまりよろしくなく、下角落下のタイミングで弾が引っかかる可能性があるため、そもそも射程距離で先に横サブ角を出されたら不利くらいの気持ちでいた方がいいかもしれませんね。さて、現状はアンジェリスの攻撃をしのいでいる最中ですね。ラジエルは N サブ角が緑ロックだと向いている方向に動くため、あがきの場面ではかなり重宝します。さらに N サブ角から派生で出せる落下もキャッチ隙がかなり少なく、弾を避けることが容易なため、あがきの最後にはこれが安定すると思います。相手のラジエルにダメージを与え、あとはラジエルとアンジェリスの好きな方を落とせる状況になりました。ここでアンジェリスが確定します。アンジェリスを狙ってもいいですが、素の機動力があちらも高く、ラジエルも覚醒が残っている状況のため、ラジエルを優先します。ラジエルに覚醒を吐かせるため、強い技を振りまくって追いかけます。ここでラジエルが覚醒しましたが、まだ攻め続けます。フリードが落ちてしまっているため、こちらが放置されることを防ぐためです。ずっと攻めの姿勢を見せていたところ、うまくフリードがアンジェリスの着地を取り勝利。ラジエル対はかなり読み合いが深くなるということがわかる試合でした。では次の対戦に行きましょう。次の対戦相手はセラフィムとヒカリです。この対面ですが、どちらも少し面倒な組み合わせです。ヒカリは純粋に機動力が高く追いつくのが難しいのと、迎撃性能をある程度持っているからです。セラフィムに関してはすでに振っていますが、サブ角がきついというのと、横サブ射がどこまで行っても辛いです。こちらとしてはなんとか振られるのを事前に読んで潰せるようにしたいです。今のところかなり大暴れできていますが、相手にとっても横サブ角から下角落下はきついタクなので、うまく通せるようにしています。ここでサブ角からの前角を出されやられてしまいます。ここからのセラフィムのセットプレイがかなり地獄です。今回は向こうからどこかへ行きましたが、張り付かれると読み合いをしないといけないためかなり面倒です。こちらは続けて横サブ角で前に入り、下角落下で取っていきます。対面のセラフィムがサブ角しそうな動きをしていたため、 N サブ角を置こうとしますが、相手もすでに横サブ射を置いていたため敗北。あれをされると逃げても振りを背負うことになるため、かなり面倒です。ここでうまく攻撃が通りましたが、カットが見えたためガード。相手のバリアは横サブ角でも突破できないため、 N サブ角を狙いたいですが失敗。なんだかんだあり、相方が光を落としてくれました。今回はうまく N サブ角を差し込めましたが、先に置かれていた横サブ射にまたも防がれてしまう。しっかり対策を知っているセラフィム相手だと、かなり窮屈な立ち回りを強いられます。ただ、体力ミリのセラフィムは狙撃させるとかなりのダメージを出してしまうため、見続けます。今回は落ち着いて下がり、相手の格闘にメインがうまく噛み合い落とすことに成功しました。
そのままの流れで光も横サブ角でダメージを取っていきます。今のところどちらでも見れる状況なので近かった光を見ます。光はフリードを見ていて、セラフィムはラジエルを見ている状態だったので、フリードをフリーにさせるためというのもあります。うまく光側を崩して、光が慌てて強化をしたところ、フリードがしっかり狙撃し勝利。相手の強い行動の対策をするのが大事だということがわかる試合でした。では次の対戦に行きましょう。次の対戦相手はケルビムとセラフィムです。ケルビム対面は少し難しいです。というのも、ケルビムは他のキャラと違い、どう使ってもいい性能をしているので、使う人によって動きがかなり違うからです。サブ角でガンガン前に出る人もいれば、冷静に後ろサブ車で後衛をする人もいます。ただ、どのケルビムにも言えるのは、あがきもしくは落下の際にほぼ確実にサブ角を先に使うということです。ケルビムのサブ角からはいろんなタクが出せるため注意してみないといけないのですが、サブ角の出かかり自体には攻撃判定がないため、そこかその直後の行動の初動を狙うことになると思います。今はセラフィムがこちらを狙っているので対応していますね。セラフィム自体かなり厄介ではありますが、低コストということもあり、着地はあちらが先になるため、そこを狙います。早速着地に横サブ角がヒット。サブ角派生をしてゲージを回収しつつダメージを取ります。もう一回攻めますが、またも横サブ車に邪魔されます。前角で拾おうとするも失敗し、うやむやになります。ここでさらにケルビムも合流、ダウンを取られました。一度ケルビムを見たところ、セラフィムの N サブ角が見えたため、フリードとうまく迎撃して撃破。いい位置にケルビムがいたため、確定してダメージを稼ぎます。本当はもっと他の格闘でカット体勢を気にする方がいいかもしれませんが、有利なのと少しでもケルビムを削りたかったため、確定技をしました。セラフィムはずっとこちらを見ていますが、放置してフリードを救います。着地に少しダメージを取られましたが、ガードに抵抗。このまま右のケルビムを落としに行きたい。ここであがきの N サブ角が見えましたね。ブーストがないことは明白だったので、冷静に避けてメインで撃破します。こちらもあがきますが、 N サブ角には抗えず敗北。こちら先を利かす相方も耐久が残っているのでかなり有利です。ここで相方と方針を固めました。こちらがケルビムを全力で追って、フリードも一緒にケルビムを詰める戦法です。要するにダブルロック状態を維持するということですね。すでにケルビムの体力が残り少ないため、こちらが格闘を差し込むもよし、格闘を差し込んでもしガードされても、その後の追撃をフリードがすればダメージが稼げます。ケルビムが覚醒、最後の覚醒をしましたが、流れを維持したいため、こちらも覚醒して追いかけ続けます。最後は横サブ角が刺さり勝利。相手キャラ、プレイを見た動きができた試合でした。今回の動画はこれで終わりです。よろしければ次回もご覧ください。ではまた。